今回は具を食べるパスタをご紹介していきます発売元は2分パスタは大米具の衝撃たっぷりキノコとベーコン和風キノコ醤油味こちらはお皿いらずエコカミトレイとなっております電子レンジでの調理時間の目安は 500W で6分 600W で5分になっていますそれでは開けます出しますトレイを出したら点線のところまで開きますでこれで準備ができたので電子レンジへ 今回は 500W で6分加熱しましたでやけどに注意しながらフィルムを剥がしたらこれで完成ですそれではいただきますいつもと違って具が大きいのでちょっと驚いてますそれではいただきます和風醤油味でうまい醤油味だけではなくてちゃんとキノコの味も感じられてとっても美味しいですあとベーコンとソーセージも入っていてボリュームも感じられます 1>, で1点だけ言わせていただくと量の問題かなと思います成人男性だとちょっと物足りないかと思うのでもう一品必要かなって思っちゃいましたって言いながら全部食べちゃいましたごちそうさまです味はとっても美味しかったですということで今回は具を食べるパスタをご紹介しました味も美味しくて具も楽しめるパスタになっています気になった方はお試しください